はい、よもうちょっと綺麗だなと綺麗に撮る、実は綺麗に撮ってください、どうに行くよ、ここまでか、まあ、ここまではつけてってもいいんですけど、下降りたら、大谷沢です。はい、地獄谷に到着しました、先ほどの大谷沢よりは、規模が小さいです。山頂が見えます。泊まり岩に到着しました。先ほどのキノコはこのようになってます。はい。これどこから食べるの？料理してるの？佐伯京子さん、普段は恥ずかしくて言えませんが、よくあなたに感謝してます。よくぞこんな男に今まで付き合ってくれました。これからもよろしく。拍手。4回になってますね。4回だよ。人間だ。そんなの嫌だと。そんなのやめて。だから会社も辞めてそうしたんだから。でもそういう人の喜ぶ顔を見て、それを。ちょっと待てよと思ったの。